はいどうも皆さんこんにちは、こたぼです。今日はですね、つい最近ね体験した、神対応と、あとちょっとね自分のお話をさせていただきたいなと思っております。先日ね、こちらなんですけども、ピアホン5、こちらのレビューをさせていただいたんですけども、不具合が発生しまして、どうやらね初期不良に当たったみたいなんですよ。左のイヤホンから音が出なくなってしまって、リセットをかけてもダメだし、で買ったところがねいいイヤホンさんんですね。僕結構そこ利用させてもらうんですけども、一回電話してみたら、充電ちょっと貯めて試してみてくださいって言われたんですね。で充電を試してみたんですけれども、次の日になってもやっぱり、ダメだったんですよ。で改めてダメだったっていうお話をしたらね、もうすぐですよ、わかりました、それも初期不良なんで在庫ありますんで今日発送させていただきますって言ってくれたんですよ。交換っていうことでいいんですかねって言ったら、そうです交換で大丈夫ですって言ってくれたんですよ。で新しいのゲットすることができました。はい、これはね神対応だと思うんだよね。時に経験したことがあるのが、そのお店の、ネットで買ったんですけど、そのお店はうちはね売るだけでね、動作確認とかそういうのは一切やらないんだよって言われたことがあるんですよ。でもいやいや調子悪いんで見てくださいよと。でこっちも押したら、わかりました、じゃあ送ってくださいと。そしたらメーカー検品にうちから出すんで、納期3、4週間かかりますけどよろしいですかって言われたんですよ。頭にきてね、ちょっとそういう対応がないんじゃないのみたいな話をねしたことがあるんですよ。で実際まあそれはね本当に気に入ってたんで、まあ返金っていう形よりもちゃんと物としてゲットしたいっていう気持ちが強かったんですよね。なんでまあ泣く泣くね1ヶ月悶々と過ごしたことがあるんですよ。だってさ予約してたよ、しかも結構ねお値段もいって、でもうこれが欲しいって言ってね、決めたイヤホン届いたけどダメでした、修理しますかっていう、いやいやいや修理じゃなくて新品と変えてくださいよっつうのが普通でしょ。うん、それが普通だと僕は思うんですよ。この野郎と思ったんだけど、ね、本当に楽しみにしていたイヤホンが初期不良に当たったって、経験ある方ねいっぱいいらっしゃると思うんですよ。すごい悲しい気分になりません？うんね、がっつり期待して買ってるわけだから、だからね今回のいいイヤホンさんの対応は神対応です。まさに僕はねいいイヤホンさんひいきにします、これからは。はい、あれですよって、電話1本で別にいいイヤホンさんが、動作確認をしてなくても、もうそれは初期不良と考えて交換させていただきますって向こうから言ってくださったんですよ。俺が交換してって言ったんじゃなくって、向こうから、あ、じゃあ交換しましょうね新品とっていう話をいただいたんで、誠実な対応していただいたなと思って、あ、いい会社だなって正直に思いましたね。うん、なのでいいイヤホンさん頑張ってください。俺もねたくさん買ってたくさんレビューしていきますんで、ということで、これがまず一つ目のお話なんですけども、一旦ここで締めますね。はい、2番目、ちょっとお話をさせてください。実はですね、昨日かな？チャンネル登録者数が200名を超えることができました。ありがとうございます。今の時点で202名の方にご登録いただいております。もうね本当にねここまで来るの大変だったんだけど、皆さんがねコメントで励ましてくださったり、こういう点が気になるから改善してみたらどうですかなんていう提案をねいただいてみたり、あとはね
これとこれ比較してくださいみたいな感じで、まあ、リクエストをいただいたりとか、こう、なんていうのか、YouTube を通して、こう、コミュニケーションを取ってると、すごい楽しいんですよね。で、ね、本当に、いつもね、見させてもらってます。応援させてもらいますっていうコメントをいただいた時は、本当にね、もう涙が出るぐらいですよね。嬉しい。本当にありがとうございます。やっぱね、YouTube 始めて100人まで。ここは厳しかったですね。ほんと挫折しそうになりました、俺も。うん、で、よく、先輩 YouTuber が、まずは100本だよ。で、100人だよって言ってたお話がまさにね、その通りだったんですよ。僕ね、0人から、100名達成するまでに約9ヶ月かかりました。はい。なのに、100人ですよ。うん。で、今回ね、200名を突破することができたんですけども、今回はだから、100名の方にご登録いただくのに、2ヶ月ぐらいしかかかってないんですよ。やっぱり、100名を超えると、こう気持ち的にもね、こう、ね、着実に再生数が増えたり、チャンネル登録者の方がこう増えていったりすると、やっぱりモチベーション上がりますよね。いい動画を、いいサムネで、で、有益な情報を皆さんにお伝えできれば、ね、僕のチャンネルはそれで大満足なんで、ここまでですね、202名の方、支えてくださりありがとうございました。これからもね、頑張って、モチベーションを上げて動画作成していきたいと思いますので、変わらぬ応援をよろしくお願いします。はい、ということで、チャンネルのね、登録者数が、200名を突破できましたというお話でした。今日の動画ね、良かったよって方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、高評価いただけるだけで、僕の動画作成モチベーションバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。もちろん、私も1000人目指してます、登録者数。ですけども、まずはちゃんとね、足元を見ていこうと思いますので、またね、次は300人。300名の方にご登録いただけましたら、またこういう嬉しい動画をね、上げさせていただきたいと思います。それではですね、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。